寿、円寿なんや。はい、到着。今回はオートじゃないのでフリーサイトなので、車はあっちの方。さあ、そしたら先頭設営していきたいと思います。できました。4面タープ、4面メッシュ、超軽量スタイル。今日はお疲れさん待ちなさいよ。なかなか涼しそうではあるけど、ね、よし、ちっちゃいな。さすが最軽量3頭ここ、私が入んねんでいけるかな。いやー、むずい。これはちょっと厳しいかもしれん。犬だけで埋まってまいそうや。天井も低いしな、ま、それだけちっちゃくなるからいいけど。はい、だから内装していきます。テントがちっちゃいから物が入りません。どうしましょう。なんか面白いの持ってきた。キングキャンプのソーラーシャワーっていうやつ。なんか晴天やったら60度ぐらいになるって言ってるけど、どうでしょうね。まあ真夏の話やろうからな。晴天、わー晴天。4面メッシュテントはいいかもね。風通りがいいから。ノーフライ。もう何にもない。雨降ったら一発で終わりやるけどね。ああ、でも綺麗で。おお、気持ちいい。最軽量できたら荷物が全然入らんから、外に出したままなんな今日な。あー、これは大変だ。やっぱり大きいテントがいいな。いや、張る場所を考えて持ってきたからこんなんになっちゃったけど、まあなあ、どうしよっか。とりあえず落ち着いたので紅茶でも飲みましょう。Sure.
リーブオイル、うん、アルゲンボトル。手羽。これで蓋閉まるかな。それ蓋閉まる。今言うた。蓋閉まるのかなこれ。まだ大丈夫やろ。まだいける。まあ若干しなってくる。キュッてなるやろ。ぎゅうぎゅうに詰めてしもうた。まあいっか。で、よいしょ。で、オリーブオイルをだの用意段取りにだいぶ時間かかるよ。そら、うん、丸2日かかるよ。買い出しから全部やから。こんだけ用意買い出したら何からやけん。よしできた。あとはつけて置いとくだけ。さてと、起こってきましたわ。よし、ええ感じや。これならオーブンいけるやろ。よし、これ S か、真っ白な S やな。はい、そろそろできたと思うので蓋オープン。よっこしょ。うわ、こういう時間落ちた。汚い子な。熱っ熱っ。そら熱い。これでも熱いな。あの引っ掛けはないのか。いや、持ってくの忘れたじゃないくて、重たいから持ってこんかった。取らないよ、これ。ついてる。あー、また落ちた。よし、いけた。届かない。届かない。あ、いいもん、置いといたら。ちょっとついて、置いといたらええって。あ、たそれ、それですか。いや、置くのそれ。はい、それでいただきます。熱そう。甘っ。甘めっか甘い。人参。あ、人参も甘っ。回してなかった。
で次の日にもう頭を全部もう処理してしまおう言うて、いずれにしても私20匹ぐらいもらったで、うんうん、いやほんで肝心な釣った本人らいらんよ、いらんよって意味が分からない上原さんもいらんやん、ほんで俺一人しゃあないやんって半分ずつ半分ずつポン酢が長くうまい。はい、そろそろ炊き上がっていきます。いい感じ。なんかツーリング行ったんじゃない。これワンコ犬用ステーキすごいよね。ちょっとうわうまそう。これがもうめっちゃうまそう。何これ。うわよいしょ、おいしそう。とりあえずこれでご飯食べよう。ちょっともうちょっと焼こうか。それではいただきまーす。あ、おいしい。あ、ご飯おいしいやん。うん、はい、今日はワンズもステーキが当たります。食べようね。なかなかここまでですよいしょ、食べようか。よいしょっと座って座りから座ってあいつが一気に奪ってしまうんじゃん。座っていやいや、それは一気に奪うほどやれへんけど、順番にやるけど来てるやん。もう先に食うぞ。いやいや、人のまで取ろうと仕掛けたらどっちかね。順番やったんで、ちゃんとルールは守ってんの。くちゃくちゃ言ったときにやって飲んでるだけやから噛んでる暇ない。なんか食後のデザートみたいなもんや。ちょんってしもう肉しか見てない。美味しいもんな。お前よだれすごいわ。ポトポト落ちてるやん。おしまい。早っ。もうなくなった。終了。はい、ごくつぶさん。それ毎食こんな感じでやってる。やらへんやらへんそんな。あ、特別な。そう。今日は狭いの。あんたの席こんだけ、私こんだけ。だいぶ狭いな今日は。まあ、勘弁して。よいしょ。見えるかな。22時気温17度。これからどん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 落ちていくと思うけど、湿度 68%。 ああこれの方見えるかな。さあそろそろ寝ます。ではまた明日。お疲れ様でした。はい、おはようございます。8時51分21度。夜は寒かったな。もうなんか凍えてこれで。はい、どうですか、起きましたか。ラッシー、ラッシーどこにおんの。ラッシー何してんの。ああ、ビスの下から出てきた。何してんの。何してんの。お散歩ちょっと行ってきます。物が片付かねえ。ラックも何にもなかったよ。物が散乱するな。これ嫌い。
なんかそこら中のものが出まくってますけど。10時ぐらいから寝て、今まで寝てたから10時間以上寝てたような気がする。めっちゃ気分爽快や。こんなキャンプなかなかないで。いつもなんか寝苦しくて寝へんとかそんな多いけど。さあワンズさんの散歩行ってきましょう。お、逆光になってるか。かまどご飯、かまどになってるよここも。ガシラ取ってきてくれたので、ガシラのお味噌汁を食べたいと思います。小学生か。みんなご飯作ってくれてます。ありがたいこっちゃ。キッチンペーパー持ってきてない。キッチンペーパー あったもん。いや私何もしてない。はいはい、ご飯炊いてくれてるやん。ご飯だけやん炊いた。ご飯炊いてくれたら15やん。可愛らしいの持ってるやん。ほんとお皿もあるよな。皿はこれ、うん、そうそうそう、卵それで。はい、味噌汁。何これ、いやご飯が炊けてない。え、炊けてない。炊けてないというよりも何これ。なんかあれやな、シミ割りみたいな。表面だけ。うん、ごぼちゃ。はい、片付け開始。片付け終了。さあここから積み込みします。めちゃめちゃ綺麗な、すごい大平洋。はい、ローソン終盤ではこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。